ど何でも近づけたいとか。でですね、この後、予定では、あの場内の名前のコール、あれも当時と同じように復活をするらしいんですね。おちょっとその瞬間もし、皆さんですね、ぜひ、耳に染み込ませていただきたいなと思いますけれども。うわー、かっこいいですね。その後ろから松井さんの手にはしっかりとボールが握られています。松井さん、現役そのままいけるんじゃないかと思うけど、よく似合ってますね。全体的なこの距離感っていうのがいいですね。そうだね、すでにね、はい、すでにね、これが本当にいいですね。この距離感でしょ、うん、今の自分があるのもすべては長嶋監督のおかげなんです。ある人に長嶋さんって松井さんにとってどんな存在か答えたのはシンプルすべてですと。さあ、いよいよ場内これから始球式に入ります。バッター4番サード長嶋茂雄。そしてピッチャー松井秀喜背番号55。あの50番ジャイアンツユニフォーム、そして松井とした、すごいちょっとですね、松井さんはまだ打てそうだよね。打てそうだよね。まだ打てるんじゃないかって。またこのスーツの時のツーショットやっぱ違うね、違うね。ユニフォーム今場内まばゆいばかりのフラッシュです。王さんがね、引退した年がまだ30本ホームラン打ったじゃないですか。そうですよね、松井選手もまだね、でもやっぱり美学なんでしょう、それは。やっぱり引き際の美学っていうのは、やっぱりスーパースターにはやっぱあるんでしょうね。では、フリースローで紹介します。キャッチャー、原辰徳。原辰徳が、自らバットを出ました。バッターボックスには長嶋茂雄さんですからね。カメラさん、すごいですね。さあ、まさに夢の空間です。これは本当に耳を引きつけない記憶に起こさないとですね、はい、これぞまさに記憶の国民栄誉賞、焼き付けましょう。さあ、構えに行くわ。10番つけるのかなと思ったんですよ。安倍のそのまま借りんじゃないかと思ったんですよ。いや、いい国民栄誉賞の授与式でしたね、本当に ね。それで4ショットになるわけですね、これ ね、うん、そして立木さん、はい、はい、一流始終ご覧になっていかがですか。いや、本当に多分今日という日が来てね、一番嬉しかったのは本人だと思います。松井選手も含めてね、はい、本当に滞りなく無事に終わって、僕も正直言うと少しハラハラしてた部分があったんですけど、ずっとね、橋上さんの手元グッと握りしめたままだったんですよね。本当に良かったなと思いますね。
何かあの最後のバットの振り抜きに長寿を見たのがありました ね、 ね、松井選手がね、ちょっと緊張してたのか、ボールがすっぽ抜けて、当たりそうになったんですよ。それを原監督がちょっとびっくりされたっていう、そういうことですか。そういうことなんですね。そりゃそうでしょうね、亀梨さん。そうですよね、緊張感でしょうね。そうでしょう。これ亀梨さんだったらもう心臓バクバク投げれません。はい、手が離れないと思う。さあ、この2人のね、この2人のもうこのグラウンド出るまでね、ずっと目に焼き付けて、はい、行ける気がします。そうですね、長嶋さん多分あれじゃないですかね、長嶋さんも原さんも将来的には松井監督って話を進めてるんじゃないでしょうかね。だから、ね、期待するファンの皆さんも多いと思います。なんかそんなような気がしましたね、今日。そうですね、ボーショットを見ながら。なるほど、ね、さて、この後プレーボールを迎えますけれども、ご覧のチャンネルでは一部地域を除いて長嶋さん、松井さんの秘蔵映像などを紹介して、後ほど巨人対広島戦を放送いたします。